皆さんこんにちは、こんばんは。ウパハナの飼い主のお浜です。いつもご視聴ありがとうございます。今年1月に大きな地震があり、ウパ水槽にも影響があったお家もあったかと思います。以前地震対策について何本か動画を出しましたが、地震が起きる前よりの大まかな内容だったこともあり、起きた時はどうしたらいいのか、対策で他にもできることはないだろうかと思い、改めて調べ直したり、ウパ飼い主さんにアンケートを取ったり、自分が過去に被災した時のことを思い出したりなどして、ブラッシュアップして動画を作り直してみました。この動画を出すことで、今後被害を少なくできたり、救えるウパちゃんが一匹でも増えることを願っております。この動画では主に、地震が起きる前にできることと、地震が起きた時にすること、しないことの2つをお送りいたします。ぜひ最後までご覧ください。水槽台、地震で起こりうる可能性の一つに、水槽が台から落ちる、水槽台ごと倒れるがあります。高さや重心が上であればあるほど揺れやすく、低く重心が下であればあるほど倒れにくいので、高さのある水槽台は低いものに変える、水槽台の最下段に重りになるものを置く、水槽台を天井や壁に固定すると効果的です。固定させるアイテムは種類がたくさんありますので、お家に合ったものを選びましょう。そして水槽台を設置する場所も、水平で安定性のある場所、食器棚などが倒れてこないような場所など、床の状態や周辺にも気をつけましょう。水槽台だけではなく、水槽そのものにも対策をすると、より被害を抑えられると思います。過去に視聴者さんからは、水槽台から水槽が落ちそうになった、ガラス蓋が水槽内に落ちてガラスが割れた、上部フィルターが落ちてウパに当たりそうになった、地震にびっくりしてウーパールーパーが外に飛び出してしまった、水が溢れてきて水浸しになった、などが挙げられています。水槽台だけを固定しても水槽が動く可能性があるので、滑り止めマットを間に挟むことで動きを小さくし、水槽が落ちてしまうのを防ぐことができます。他にも、蓋の素材をプラダンやプラスチック製のものに変える、フランジをつける、水位を下げるなどで、水のあふれやウパの飛び出しを防ぐことができます。そして上部フィルターは固定したり、外部フィルターに変更する、水槽の上に物を置かないなどして、水槽内に物が落ちてこないようにしましょう。ベアタンクの場合は、水槽に入れているものが動きやすいので、怪我をしそうなものを入れるのは避けましょう。電源、アクアリウムをする上で必ず対策してほしいのが電源周りです。溢れた水が電源部分にかかり、ショートして火災が起きたり、触って感電する恐れがあります。対策としては、水槽と電源を離して設置する、電源を水槽より高い位置にする、ケースに入れて水がかかるのを防ぐなど、とにかく水がかからないようにしましょう。その他にも、ライトが落ちてくる可能性もあるのでしっかり固定する、停電などでフィルターが止まった場合、水の腐敗を遅らせるために電池式のエアーポンプを準備しておく、水を溜めておくためのポリタンク、水温を維持する断熱材を用意しておく、飼育ができない状況になった場合のために、ウパちゃんを引き取ってもらえる人やお店を見つけておく、などが挙げられます。他にも必要な対策などあれば、コメントで教えてください。まず、地震が起きたら人の命を優先してください。そしてここからは、避難の必要がなく家に残る場合でお話をさせていただきます。地震が起きた時にやってはいけないことは、水槽を押さえることです。ついついやってしまいがちになると思いますが、揺れに耐えきれず
水槽台や水槽が倒れて下敷きになる可能性もあるので、まずは水槽から離れて身の安全を優先してください。水槽は予想以上に重たいです。そして揺れが一旦落ち着いたら水槽周りをチェックします。この時水が溢れていると床が滑りやすくなっているので注意しましょう。チェックする項目としては、電源周りでショートは起きていないか。この時コンセント周りに水がかかっていると感電する恐れがあるので触らないようにしましょう。もし触る場合は停電していてもブレーカーを落としてからにしましょう。ウパちゃんが飛び出したり怪我をしていたりパニックになっていないか。パニックになっている場合は水槽にタオルをかけて暗くしてあげましょう。水槽は割れていないか。水槽内に物が落ちていたり水槽内の物が壊れたりしていないか。フィルターやクーラーなどは正常に作動しているかなど、可能な範囲でチェックしましょう。そして余裕があれば余震に備えて水槽をラップで蓋をしましょう。そうすることで再度揺れが起きても水が溢れたりウパちゃんの飛び出しを防ぐことができます。その後、停電や断水が起きた時に気をつけたいことがいくつかあります。水温の変化。特に真夏の場合水温が上がるので水槽を涼しい場所に移動したり断熱効果のあるもので覆って保温しましょう。水替えが通常通りできる場合は換水頻度を上げて対応しましょう。水道水。地震が起きた後の水道水は濁る可能性があるので断水が終わった後も注意しましょう。餌。水替えができない状況であれば餌は控えましょう。ウパは飢餓には強く1週間ぐらいあげなくとも平気ですし、餌を与えると排泄物も増えるのですぐに水が汚れます。多頭飼い。一つの水槽で多頭飼いの場合はお腹がすくと共食いをする恐れがあるのでセパレートをするのをおすすめします。いかがだったでしょうか。地震が多い日本ではどうしても水槽も対策が必要になってくると思いますし、対策をしておけばある程度の地震なら被害をぐっと抑えられると思います。ですが家が崩壊したり大きな津波が来たり長期間の避難生活で家を空けなければいけないような状況では、これらの対策はどこまで通用するのか分かりませんし、期待もできませんし、人の命も危うくなります。その時はどれだけ心苦しくてもウーパールーパーを置いて逃げるという選択をしなければいけないことも頭に入れておかないといけないなと思います。ウーパールーパーをプラケに入れて一緒に避難も考えましたが、その後のことを考えると水量の多い水槽にいてもらった方が生存率は上がるのかなと思いました。とにかく飼い主さんが生きていれば残されたウパちゃんを救える可能性も大きくなると思うので、できる対策はしておいて地震が起きた時は人の命を優先してほしいなと思います。そして大きな地震が起きた後は自分も他人もいろんなことに敏感になりやすく、嘘の情報が拡散されたり混乱やトラブルが起きやすいので、被災しているしていないにかかわらず可能な範囲で冷静な判断で今自分にできることをすることと心の境界線を引くことを意識できたらいいなと自分自身に思っております。大きな災害の時は本当に状況によって判断していかないといけないと思うので、この動画だけの情報では足りないと思っています。ですので他にも体験談やアドバイスなどあればぜひコメントで教えてください。今後被害を少なくできたり救えるウパちゃんが一匹でも増えることを願っております。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。